皆さんこんにちは、アルジンです。今日は今度トロクとヒアマインのコラボとしてアメシストナメピカソちゃんのサンプル作業動画を持ってきました。この動画は最初のデザインで、実際に販売されたアメシストちゃんとは随分違いますけど、ただ最初はこんなデザインだったのかなって感じで見てください。ではメイクを始まりたいと思います。まずはアイラインからですね。もともとはまつげから、下のまつげから作業をしていますけど、ピカソの場合は目が丸くしてて、どこまでが上でどこまでが下なのかを決まっていくのが先なので、アイラインの形をかけて、それからまつげと二まぶたの痕跡痕跡ぐらいを描きます。それでアイラインの中を黒くして、今使ってるのは黒く見えるけど実は黒いブルーです。ブラックじゃなくて。そしてアイのメイクが終わって、パステルでちょっと色を紫とピンクですね。とこれからは目当たりの、これをなんて呼べばいいんでしょうかね。ボニョ、この発音でいいんでしょうかまあとにかく昨年のドリズムピカソとセットの子なので、ドリズムのアートピカソと同じ感じで文様を描きます。このデザインが作業しにくいと判断されて、実際の生産ではこれを除外することになりました。残念ですね、こんなに綺麗だったのに。でも確かにこんなに小さな模様を描くのは大変なので、しばらくは模様の作業はしないと考えています。今こう見えると普通に見えますが、実はこの動画のスピードは基本が4倍速です。まあこの時はよく知らないんですけれど、動画で見ると、ああ本当にゆっくり描くなと思いますね。では動画の長さが、このスピードではどんどん長くなりますから、次の反対部分からはもっとスピードアップしていきたいと思います。4倍速でもあまり速くないって感じますね。さてここからは反対の目ですね。私も今までしたことない6倍速です。6倍速なのにそれでも長いんですね。私がしたことなんですけれども本当怖いです。どうしてやったんでしょうかね。今は私が手に問題があってちょっと痛いんですよ。それなのかは分かりませんが、この動画を見ているのに、いや見てるだけでそれだけでも、いややりたくないなって思っちゃいますが、あの時は随分楽しくやった気がします。ここまで来たら半分ぐらいは完成ですね。次はお花の番ですが、アートピカソを描くときには花の名前を覚えていましたが、今にあってはちょっと覚えていないんですね。黄色で小さな花でしたけど、
とピカソの時にも黄色とインディゴのブルーがお似合いかなとちょっと悩んでいましたが、まあ実際にしてみると黄色がパッと目に見えて、まあいいなぁ、最初は豆ピカソちゃんには星をくれたいと思ったんですけど、アトピカソには月がいますから、この豆には星でいいかなと。でも、まあ、星の形って描きにくいから私も私なりに作業するにあまり無理しない方でデザインをしたんですけれども、これもまあ生産には無理だったようです。まあこうして私もいろいろ勉強になったアメシストちゃんの初めてのサンプルデザインのメイクの動画でした。今はアメシストちゃんたちがお迎えになってお客様のところにいるのを写真でところどころ見ますが、まあ、これからも今まで私のデザインの、ピカソちゃんたちをこれからもぜひ可愛がってください。では今日も見ていただきありがとうございます。ではまた新しい動画を持ってきますね。じゃあまた。バイバーイ。